拉致原発の運動は広がったと思うのですが、それを選挙の際の投票行動と議席獲得に結びつけることができなかったことが、こちらの力不足でもあり、残念な点です。自民党が大きな受け皿になりきれなかったことは、反省しなくちゃいけないと思っています。私は皆さんの6割、7割、8割、脱原発を実現してほしいという気持ちは本物だと本当に思っているんです。しかし、政治イシューっていろんなテーマがあるので、あるいは選挙区で民主がもうダメ、がっかりだったら安定した大きな自民に回帰するっていう、あるいは利権に回帰するっていうことが起きているので、これは投票というか小選挙区制における問題点であったり、二大政党制をどうしてもなってしまう問題点なので、脱原発運動がこれで絶対弱いとか政治主になりきれないということではないので、社民党としては、むしろ反省すべき点は反省することだけれども、で国会内ではその野党連合で脱原発運動の強化をやっていきますが、国民の皆さんにさらに大きく運動を作ってやっていこうというふうに思っています。現時点でのですね、この自民、それからここにですね、民主公明、維新がですね、加われば、3分の2ははるかに超えてしまってるんですよね、はい。こういうことが会見を唱えている人たちがですね、実際に議席の3分の2をはるかに超えるということはそそあったことではないだろうと思うんですけれども、はい。本当に会見が間近に近づいてきているという感じがするんです。来年の参議院も含めてですね、この後どこで、その護憲の党としてはですね、歯止めをかけるのか、かけうるとお思いなのか、その詳細みたいなものをお話しください。はい、岩上さんおっしゃった危機意識は全く共有していて、参議院の構成もありますが、来年の参議院選挙も含めて、本当に国会で3分の2の質疑が通る可能性があるというふうに大変危機感を持っております。維新の会も安倍晋三さん率いる自民党も、まずタイムスケジュールとしては、憲法改正要件から変えると言っています。で、国民の皆さんは、憲法9条を変えるって突然言われると、やっぱりちょっと警戒するけれども、憲法改正要件を国会の3分の2の発議から2分の1にするということは、いや、国民投票で決めればいいんだからいいんじゃないってなりかねない。でもこれは堤防を決壊させて、いつだって憲法改正できる状況を作るということですから、もう警鐘をランダ鳴らして、一体狙いは憲法9条で、狙いは戦争のできる国にすることだということを、やっぱり分かりやすく、大きい集会、小さな集会、街頭演説、勉強会などで、国民運動をやっぱり起こしていかなくちゃいけないというふうに思っています。ですから、護憲の政党としては、国会の中で戦うことはもちろんのこと、また改めて、かつて憲法9条の会、ものすごく積極的に国民の皆さんが上になって一緒にやりましたけれども、もう一回国民運動を大きく作っていこうというふうに思っています。わざとも核武装の話もしたり、とんでもない議論になります、ので、大変自民党と維新の会の躍進には危機感を。